女優の安藤サクラが、8日放送の日本テレビ系、オシャレクリップ、毎週日曜夜10時に出演。知られざる結婚秘話を打ち明けた、安藤サクラ、結婚前に江本家の仲間入りしていた。夫である俳優、江本佑と2012年に結婚している安藤。しかし安藤によれば、出会ってすぐに向こうの家族と同居した、のだという。22歳の7月に知り合い、大晦日には、結婚します、と挨拶に行ったそうだが、ちょうど、江本家の引っ越しと重なって、そのタイミングで同居が始まった、とトントン拍子だったことを告白。特に緊張もなかったそうで、そういうもんか、的な流れだったそう、相手家族にすんなり馴染めたの。その問いには、波長が、自分が無理なく一緒におれる、自分の家族以上に波長が合う、産前産後も江本かえ、と最初から自然と波長と相性が抜群だったと微笑みながら振り返った。バル、安藤サクラ、結婚の決め手明かす、結婚の決め手は、と聞かれると安藤は、あんまり決めてないです、とあっさりと回答、会った時に、家族になるだろう、みたいな感じ、と問われると、今思えば、結婚とかのプレッシャーなかった、とも。よく見ると彼氏顔じゃないな、家族顔だなって、と江本に運命を感じたことを独特の表現で語り、スタジオから笑いを誘った。